皆さんどうも、たかしむです。今回はですね、新潟県中央部中越地方に位置します県内で最も面積が小さい、人口3万8000人ほどの見附市の中心市街地を散策した時の様子、動画にアップしてまいります。映像の方をやってまいりましたのは JR 信越本線見附駅です。これ撮影日が2023年の12月真冬だったということで、映像をご覧いただいてわかるように市街地一面が真っ白となっております。で、駅の建物を出てきたところです。ロータリーのど真ん中で新しく工事をしているところがありまして、いろいろ街中、駅周りね、整備をしているようですね。で、これからですね、見附駅の東側に中心市街地が広がっておりますので、まあこのたくさん雪が積もっている中ではありますが、進んでいきたいと思います。逆に駅をしばらく西に進んでいきますと、大手ロードサイド店舗が並ぶ幹線道路が通っているね、地域なんかもあったりします。そちらもすでに撮影を終えておりまして、また別の機会に動画投稿したいと思います。で、今歩いております道が見附駅からまっすぐ東側に伸びている県道108号線、そしてその先の20号線を進んでいっているところです。ご覧のように駅に近いところとなりますと、大手チェーン店ほとんどなくて、コンビニエンスストアぐらいなんですよね。雪で分かりにくいですが、農地と思われるエリアも結構ありましたし、まあ、小さめのオフィスが少々と、あとは駅に近いところ、旅館が目立っていたり、あとたくさん一軒家が並ぶ落ち着いた街並みとなっております。そんな中に薬の青木もありました。で、その中心市街地のね、メインの街並みというのは駅から結構外れた、東に離れたところにありますので、目指していってるところになります。で、これ12月の真冬、雪の中の撮影となりますけれども、私地元が四国高知でありまして、このような雪の中を歩くという経験が人生の中でも極めて稀なんですよね。まあ、ですから歩道の雪が積もっているところの真ん中に人の足跡がね、たくさんできていて、そこをそろっと歩いていくという経験ですとか、あと消雪パイプが至るところにありましてね、街の中、まあ道路に埋め込んだパイプから路上に地下水を撒いて、除雪を行うという仕組みですけれども、そうしたものも私の地元には当然ありませんから、まあこの地域の方からしたら当たり前の光景でも、まあ一つ一つが私の中ではね、貴重な経験というか、見ていて楽しいものでありました。まあ途中ね、雪かきをされている方もいらして、まあそういう方からしたら、まあ雪のどこがいいのかという思いでいらっしゃるとは思うんですけれどもね。で、だいぶ駅から外れてきて中心部に近づいたところ、ご覧のように雁木の通りというんですかね、歩道の上に軽く屋根が設置をされていまして、そんな中に服屋さんだったり、このように中華料理店、あとはお野菜が地面で売ってあるところあったり、ちょっと奥の通りを覗くと、酒屋さんですかね、そういったものもあって、大変ローカルな街並み続いておりましたが、こちらでちょっと幹線道路に出てきて、新しめの道、これから歩いていきたいと思います。ご覧のように歩道の上にしっかりとしたアーケードの屋根が設置をされている商店街の道になっておりまして、住所的にこの辺り、本町ですとか新町と呼ばれているようであります。で、県道19号とか20号の道にこちらなっているそうですけれども、アーケードの中に結構営業しているお店もいくつか見られて、あとは銀行の建物などもありますね。で、この辺がまた道路の名前が変わるのかな。三国街道中通り、
県道242号だったりのエリアになるそうですが、まあ、昔ながらの景観の中にこのメインの通り沿いね、ポツポツと新しいお店も見られました。で、そのメインの道からちょっと南に入り込んできたんですが、こちらも三国街道中通りがそのまま続いているようでありまして、ご覧のように昔ながらの個人店というのがびっちりと並んでいる昭和感強めの街並みとなっていて、歩くのがとても楽しい場所となっていました。この辺りも結構外観の特徴的な書店ですとか料理屋さんがありましたね。で、三国市中心部、昭和の時代を彷彿とさせる独特の雰囲気を全体的に持っておりますが、この地域の特徴、繊維産業の歴史、そして伝統的な建築様式によって形成をされています。一つ目の理由は、三国市がニットの町として知られる繊維産業が盛んな地域であることです。江戸時代から続きますこの産業、三国織として全国にその名を広め、市の経済発展に大きく寄与をしました。二つ目の理由として、市の中心部に残る切妻、妻入商家、そして雁木です。これらは豪雪地帯で生まれたアーケードの一種でありまして、商家が軒を連ねる様子というのが昭和の雰囲気を思い起こさせてくれるんですね。これらの様子が組み合わさって、三国市の中心部は昭和チックな街並みを残して今に伝えています。で、そういう市街地を越えていった先に急に現代的な商業施設固まっているところがありました。原新のスーパーマーケットありまして、ドラッグストアですとかダイソーの100円ショップが横並びになっているという様子でしたね。まあ、原新をはじめとして新潟のスーパーマーケットというのはちょっとしたショッピングモールのような構造を持つ、まあ、複合商業施設っぽい作りになっているというのが割と特徴としてあるなと新潟県に来るたびに思いますね。で、映像の方は先ほどの話のところから向きをまた逆向きに変えて JR 三国駅に別ルートで戻っていくように進んでいっております。また三国街道中通り県道242号に戻って、まあ、その道を経由して三国市役所方面に今向かっていってるところです。途中丸井のスーパーマーケットがありましたね。そこからもっとね北に進んでいきますと、市役所だったりホール、町の駅というんですか、そういう施設があったりするようです。で、農地か空き地と思われるところにもう完全に氷が張ってあるところがありましたよね。これでいかにこの三国市の気温が低かったのかというのをねご理解いただけるんじゃないかと思います。まあ、私も高知の人間で寒さにあまり慣れていませんから、手足が凍ってしまうんじゃないかと思うぐらいの寒さをこの時感じておりました。まあ、そんな中でもですね、ちょっと足元を見てみますと人間の足跡の横に、まあ、ワンちゃんとかですかね、あのペットの足跡も積もった雪の中に残っておりまして、それで心はちょっとほっとするような感覚になりました。で、こちらの今映っている市役所のある道沿い、ホットモットですとかツルハドラッグが手前側にありました。あとラーメン店だったりね、新潟って言ったらね結構有名なラーメン多いですよね。で、市役所のあるところから市役所前通りという東西の道に入ってきまして、それをちょっと西に進んでいきますと、まあちょっとずついろいろと看板が増えてきて商業エリア感というのが増してきました。今まで結構ね落ち着いた街並みも多かったので、お店が固まっているところを見ると結構目につきますね。で、大きめの交差点がありましたが、その西側に商業施設がたくさん固まっているところあります。今映っている道がアクセス道路というそうですが、その南側で特にお店固まっておりまして、ガストですとかミスタードーナツ、魚六、セリア、西松屋、野島、あと三喜、後楽園などが並んでおりまして、反対側にもドラッグストアですとか島村がこのように並んでおりました。やはりね魚六のスーパー周りに
たくさんお店が連なってショッピングモールの状態になっているというのが新潟のスーパーマーケットらしかったですね。で、映像はそこから北に進んでいって JR 三つ木駅に戻っていってる様子です。この辺りも一面真っ白ですね。この時まとめてこの街の西側の大手商業施設がね固まっているところ行こうか悩んでいたというか、当初はそういう計画があったんですけれども、さすがに体が凍えすぎて体調を崩してもいけないということで、そのまま駅に戻って見附市を離れて、この時長岡市宿取っておりましたので戻ることにしました。この町長岡市などのねベッドタウンともなっております。途中駅に近いところコメリやカーブスもありましたね。ご視聴ありがとうございました。